どうも皆さんこんにちは。新宿津軽三味線教室指導山高山でございます。本日は三味線の調弦の仕方を説明したいと思います。この動画を見れば一番よく使う調弦ができるようになります。まずは三味線を買った時に自分でやらなければいけないのが調弦、音の高さを合わせる。この動画では初心者でもやりやすいやり方を説明しております。駒の付け方、基本的知識、調弦の仕方の順に説明していきます。必要なところから飛ばしてみてください。それでは駒の付け方から説明します。駒の付け方はネオから指3本分、こちらをネオと言いますが、ネオから指3本分、胴の端からおよそ6センチのところに取り付けるようにします。このように持ち上げまして、スライドさせて糸溝にはめます。鉛筆で印をつけておくと良いでしょう。次に糸巻きについて説明します。上から1の糸、3の糸、2の糸の順になります。糸巻きの順番は流派によって違うこともありますが、今回は小山流スタイルで説明します。糸巻きは摩擦で止まっているだけなので、必ず押し込みながら右手で竿を支えて弾きながら左手で回す。何度もビンビン弾いて、目線はチューナーというのがコツでございます。構えて片手で調弦する方法もありますが、初心者用に下に置いてやりましょう。これから津軽三味線では一番一般的な C の二上がりという調弦はどういうものか説明していきたいと思います。アルファベットとドレミの関係は以下のようになっております。アルファベット語の数字は C2、C3、C4 などオクターブ違いを表すものです。 C3、C4、実際にチューナーを使って二上がりの調弦をします。1の糸は C3、 2の糸は G3、 3の糸は C4 でございます。チューナーは iPhone のアプリチューナーライトで説明します。 Android では DA チューナーライトを使用しています。糸を巻き取ると音が高くなります。糸を緩めると音が低くなります。1の糸を弾いてみます。今は A になっています。合わせたい音の高さは C3 ですので、こちら方向に回していきます。押し込みながら、目線はチューナー。今 B フラットになりました。まだ低いです。次は B2 になりました。あともう少しです。 C になりました。そしてこの C の中でもですね、ここだと音が低い、ここだと音が高い、真ん中に合わせたいということで、これがあった状態ですね。緑のランプが点滅します。合わせていきます。どんどん上げていきます。今度は C シャープになってしまいました。 C シャープになってしまいますと行き過ぎですので戻します。糸を緩める方向、これだとまだ高いので下げます。下げすぎました。この辺りになるとロングトーン、
音を長くして、チューナーに感じさせます。はい、緑のランプが点滅しました。 C3、 1の糸で合いました。次は2の糸に参りたいと思います。それでは弾いてみます。今は E フラット3です。合わせたい音の高さは G3 ですので、音が低いということで、また押し込みながら上げていきます。 E フラット3、 E3、 F3 ですね。もう一段階上げます。 F シャープ3ですね。 G になりました。これだとまだ低いので上げていきます。はい、合いました。3の糸を弾いていきます。 A フラット3です。行き先、合わせたい音の高さは C4 でございますので上げていきます。 A3、 B フラット3、 B ですね。お、C4 になりました。これだとまだ低い、これだとちょっと高い。はい、C4 になりました。というように表現していきます。一度調弦を合わせても音が下がっていることがあります。そういう場合は糸を伸ばして音の高さを安定させます。人差し指と中指で引っ張って、親指で押し込みながら引っ張る。上から下まで手が切れないように気をつけてくださいね。しっかり伸ばして、もう一回調弦。2の糸もしっかり伸ばして、ここまで引っ張っても大丈夫です。たくさん伸ばして引っ張って音を安定させます。そしてまた調弦。そして3の糸もしっかり引っ張ります。音が安定するところまでやります。そして最後は東ざわりの調整です。ビヨーンという音がするところに東ざわりを調整します。これが東ざわりが調整できている音、これが調整できてない音。この東ざわりが触れるか触れないかのところに調整をすることになっております。まずは一度反時計回りで一度東ざわりを引っ込める、弾きながら時計回りにしていきます。ビヨーンという音が聞こえてきたら一番長いところで調整。これがですね、この余韻が一回消えたところで右左に動かすと復活するところがありますので、一番長いところに調整します。東ざわりを調整したら音が下がりますので、また調弦をします。これで出来上がりです。
慣れれば1分弱でできるようになりますので安心してください。この調弦はですね、毎回曲が終わるごとに、1曲終わるごとに調弦します。ぜひ皆さんもやってみてください。いかがでしたか？この調弦ができればたくさんの曲を練習できるようになります。獅子堂でも独学に最適な楽譜付き動画を配信しております。無料バージョンもありますので、ぜひチェックしてみてください。 YouTube メンバーシップでは、より多くの民謡、現代曲、カバー曲を、津軽三味線ならではの曲を配信しています。一緒に練習してみましょう。それでは皆さん、楽しい三味線を。 See you later! 日本文化の魅力をお伝え、普及発展につなげていきますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。概要欄のチェック、コメントの方もよろしくお願いします。